どうもこんばんは お疲れ様です。おつまい、おつちほ。ほら前の方がさ、何でもしっくりくる。ありがとうギフト。うん、うん、ちゃんずんちゃん、一緒に配信するの久々な気がする。え、そうなんですかね。なんか最近毎回久々な感覚になる、まえちゃんと配信すると。バスツアーが一緒でしたよ。配信はしてないけどバスツアー、バスツアー楽しかった。バスツアー一緒に登った東京タワー、みんなを30分ぐらい外で待たせた浅草ねえ、あれ知ってた、あれ30分ぐらい待ってくれてたらしい。ごめんなさい、本当にごめんなさい。そう、浴衣私たちが着るってなっとって、でファンの方はその間自由行動ってなっとったんやけど、ちょっとお待たせしとるぐらいかなって体感を持っとったら、30分ぐらい待ってもらってたっぽくて、うん、大変に申し訳ございません、大変申し訳ございませんでした。なのにもかかわらず、あの何ですか、インスタとかにいちご飴とか食べてる写真とか載ってたからこいつら待たせていちご飴本当に腹渡りに振り返ったと思います。ごめんなさい、当分いちご飴は食べません。でも待ってる時間も楽しかった。うーん、ありがとうございます、すみませんでした。しかも東京タワーの上でも待たせてアイスを持って登場してしまって本当に申し訳ございませんでした。楽しかった。でもまたやらせてください、ね、楽しかったです。次はどこ行きますか、アイさん。どこがいいかな。え、絶叫行けるんだっけ、まいちゃん。行けません、やめましょう。行け、富士急って言おうとしましたね。うん、じゃあそれはあの前抜きの、え、前抜きバスツアーでやりますそう、地方前の前抜きで地方前バスツアー前抜きにしてください今回マイナシみたいなじゃあまいちゃんも一人でやるとき、うん、地方抜きってやってね地方前バスツアー地方抜き、うん、北海道とか行きたくない？寒いですよ。え、確かに確かにな。でも行きたい。じゃあ沖縄？あ、沖縄ね。え、行ったことない県でさ、行きたいとこある？行ったことない県、うん、行ったことはあるけど京都行きたい。ダメ。あ、鹿児島は、鹿児島行ったことない。え、鹿児島行きたくない？何があるの？火山灰火山灰火山灰ってさ、火山灰の灰ってなんだっけ？灰。え、火山が、火山があるとか言うならわかるけどさ、火山灰なんか別に見たくなくない？え、火山灰、あ、桜島か、うん、あ、それだそれだ。黒豚、黒豚、うん、いっぱい有名だって。うーん、
火山灰の虫。昔さ、うん、鹿児島のライブみたいな出る人だった？え、出ない人かも。なんかで会ったんよ。多分コロナ禍かな。うん、亡くなったんですか？そう、亡くなったの。メンバーがなったか中止になったか。鹿児島とかでもなかなか行くときない。ね、だけめっちゃ楽しみやったのに。うん、出る人だったよって。え、なんで知ってるの？なんで知ってるの、やば。もう発表されてた。発表されてたよ。そう。本当だよ。私出る人だった。そうみたい。ごめんなさい。あ、イベントごとなくなったのか。イベントごとなくなったっぽい。うん、私も出る人だった。うん、秋田行きましたよね。秋田行った。私東北の方あんまり、宮城ぐらいしか多分ないので行きたいです。東北でも私も宮城とかあと秋田ぐらい。青森行きたくない？青森行きたい。青森は会いたい。 なんですか？あの鬼みたいなやつ、ねぶた祭り。え、何鬼って。何やっけ、あの、あ、生ハゲ。あ、生ハゲ、生ハゲって名前でしたっけ。え、うん、なんか生ハゲって、生ハゲか出てくる。あ、生ハゲ秋田だった。青森じゃなかった。え、きりたんぽ食べましたか？きりたんぽ食べた気がする。バサシ食べた。バサシ、いぶりがっことか。うん、めっちゃ美味しかった。いぶりがっこってたくあんですか？うん、ほぼ。あ、食べてたって。聞いたもん。あ、食べてた。うん、みんなの方が覚えてる。うん、え、青森冷麺だって。あー、盛岡冷麺。え、それ青森なの？初めて知った。あったかいのがいいな。で、今からえ、あったかいラーメンがいいなって言った？あったかくしたい。あ、これ岩手だって。もうダメ。やばい、ごめんなさいね。東北地方にあんまり詳しくないので、皆さん教えてください。教えにお話しから来てくださったら嬉しいです。何この音、なんか空気の変な音がするね。ピューピュー言ってる。うん、ピューピュー。え、青森の冷麺も有名なんだ。あ、青森マグロが有名だって。うん、食べたい。寒いからかな。確かに美味しそう、身が締まって。食べたい。食べた。最近おいしいもの食べた？まいちゃん最近食べたおいしいもの、せーので言おう。せーの、油そば。油そばを食べました。数時間前に食べました。食べました。感動しながら食べた。うん、一口目が一番感動するなね。それ言わないでもらっていい？それ言わないでもらっていい？いや、私大好きなんです、こういうの。本当に、うん、嬉しい。でも一口目が一番美味しかった。ずっと美味しかったけど、やっぱ一口目が一番美味しい。わかる。お腹が空いてる時の一口目、うん、最高最高だったよ。え、マジで美味しかったね。美味しかった。超感動した。え、今から全然もう一杯いける。なんかお腹戻ってきて。美味しいんですよ、油そば。マジで美味しい。油どう？
トッピング、あ、トッピングは海苔、卵。まいちゃんって絶対海苔トッピングするよね、いつでもどこでも。海苔ってうまいですよね。え、海苔うまいけど、こんなに海苔をと絶対トッピングする人に出会ったことないから、結構、ね、そう、珍しく感じる。海苔美味しい。でも海苔美味しい。今まで海苔をトッピングするしたことなかったの、うん、でもまえちゃんと出会ってから海苔をトッピングする良さを知ったね。今日トッピングしてましたよね、海苔。うん、トッピングした。でももっと海苔欲しかったね。足りなかった。うん、もっと欲しい。美味しかったな。サチ。お酢がね、なくてもね、うまいんですよね。え、結局かけんかった？かけてない。すごい。あのなんか、マジでそのもう最初にかかってるタレだけで美味しい。え、でもマジで美味しいよね。うん、だって最初の一口が一番美味しかった。え、マジで美味しかったな。なんか私のやつさ、卵とさチーズもあったけさ、うん、なんかちょっとパスタっぽかった。あ、カルボナーラや、うん、カルボナーラ。え、そう、お酢もラー油も別になくてもいける派。私もかけたけど、うん、最初が一番美味しいですよね。最初すごいシンプルイズベスト。玉ねぎもめっちゃ入れる。あの卵はどっちでもいいかも。え、わかる。思ったよりどっちでもいいかも、うん、でも美味しいけどね、めっちゃ。え、玉ねぎめっちゃ入れよったよね、うん、玉ねぎ血液サラサラになりますからね。素敵。卵なんか卵黄だけついてくるんですよ。美味しかった。ご飯の話ばっかり。ご飯の話以外なんかありますか？何の話する？ご飯、私たちからご飯の話奪ったら何も話すことないけど。困った。え、何だろう、何かあるやろね。何もない？浅いね。あまりにも。え、何これ？これあの紐つけるところ、スマホの。今目が見えんけどさ。コンタクトしてないんですか？うん、してない。じゃけ、なんかと思った。え、なんだろうね。え、ないですね。ないね。話すことない。話すことないわ。やばい。じゃあ好きな色。ないです。なんかないっていうようにないっていうようにしてるんですよ。え、そうなの？え、じゃあ5位。5位は？5位って何？好きな色5位。5位なんか無理ですよ。え、じゃあ4位。ないです。え、お願い。え、じゃあこそっと、私あのさ、聞こえない、こうやって耳、あの私にだけ分かるように言って。じゃあ1位言って。1位は、うん、もう一回お願いします。絶対分からん。でも、え、不思議な色やったそれ。言ってない。え、オーソドックスなやつ、うん、もう一回言って。1位は、うん、え、そんなびっくりすることじゃない。ガチでびっくり。え、マジ、え、待って。いや、そんな好きな色だよ。あったりか見て。え、え、あ、それ全然イメージないよ。隠し通してるね。通してないです。通してない。みんな、え、そうなの？多分みんな知ってる。え、みんなまえちゃんの好きな色何色だと思う？え、めっちゃびっくりなんだけど。え、マジでびっくりしてる。え、知ってるよって言ってるみんな。うん、え、見えない。ほらほら。マジだからやめた。水色だよって。あ、言っちゃったじゃん。いいの？
いいですよ、なんか、なんか多分、うん、水色なんかの多分生誕祭、ちょっと前の生誕祭も水色を私が好きって、感触が好きって言ってたから、多分いろいろ水色のなんか冠とかにしてもらったりしたかも。え、なんでピンクとオレンジなの？なんかオレンジは多分愛媛要素で、まあ、後付けなんですけど、うん、ピンクはまあ、ラブ。え、私さ結構ピンク好きなの。私さ水色と白なのペンライト、うん、なんでですか？その時は STU カラー。あ、水色と白、うん、何も考えてなかった。でも普通にそう、水色と白も好きやけど、うん、でも今は結構ピンク好きやけ、交換したらいい感じだね。ダメです。ダメかそうだよね。今からペンライトの色変えるとか想像つかなくないですか？つかない。だってもう多分一生オレンジピンク探すと思う。あ、私も一生白水色探すと思う、うん、でもちょっと一日だけ変えたりしたい色、うん、あ、ランキング読みます。私から読みます。どうぞ。20位レオ、39位世界へ、38位ポルダーアグリ、37位ミミキャン、36位ヌルディンさん、15位ヒロロン、34位クリーネセントさん、13位カズキンさん、12位ルディエカさん、11位キャンシーさん、10位20世紀トモちゃんさん、9位ミホさん、8位グリオティーヌさん、7位阿部寛さん、ラッキーセブン、6位パフィンさん、5位イリアピースさん、4位おっちゃんさん、3位ジュケンさん、ジェイセン、2位ナルダさん、ツーツー、そしてそして第1位はプロロピュン、東京のスワンさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の興味です。おめでとうゆるどちゃん、ゆずきちさん、くまねパパさん、ココさん、ヨシーさん、まつくんさん、考えなしさん、きなぺこさん、福太郎さん、M ケンさん、お花ちゃんサムさん、東京のスワンさん、ミッキーさん、1位はドロドドン福ちゃん村さんでした。イエーイ。明日は金曜日です。ガチか、ガチ。花金花金、明日頑張ろうね、まいちゃん。頑張ろう、頑張ろうね。一日長いね、明日長い。なぎゃぎゃ。明日頑張ろう。おやすみ。さよなら。みんなまた明日。バイチャラポン。ポー。お疲れ様でした。バイバイ。見てくれてありがとう。バイバイ。この時間長くない？え、今配信されてるんじゃないんですか？え、されてるよえ、されてる？え、こっちアディショナルタイムあるから気をつけた方がいいです、うん、今日それちゃんと覚えてる。何なんだろうね、それ。おやすみ。バイバイだね。まいちゃんファン、バイバーイ